こんにちは、着付け講師の素直です。今回は視聴者さんの返信企画ということで、まさめさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。今回の企画はですね、視聴者さんのお悩みを解決して、自前の着物と帯とかでコーディネートして着付けもやらせてもらって返信していただくという企画です。今日すでにめちゃめちゃ素晴らしくって、直すところも一つもあるんですけどお悩みとかってありますか？すごく自分が鳩胸なので、結構やっぱこの辺にシワが寄ってしまったりとか、着たすぐはいいんですけど、ちょっと時間が経つとやっぱ胸元が開いてきてしまう、襟元が、そうです、っていうのが悩みがあって、あとはお手洗いとか行くとこの中が結構ボワボワになってしまうっていうのが悩みです。なるほど、着崩れやすいっていうことですかね、はい、あとは帯周りはどうですか？ちょっと緩んでくるのも気になるので。あ、帯が緩みやすいとかですね、わ、はい、かりました。もうすごく綺麗です、横から見ていただいてもめちゃくちゃ綺麗に着てはるんでちょっと補正とかを見直したりとか。よろしくお願いします。そしたら今日はまさめさんにぴったりのコーディネートを持ってきましたんで、今からお着付けしていきたいと思います。でスタート。まずは補正からです。いつもやってくださってる補正がこちらです。今ついてる補正は、まず胸のところが2つパッドが入ってますね。それからお腹のところに1つ、全体を巻きつけるような形で入ってます。そして後ろ側、前側のベルトの下に1枚縫い付けたパッドが入ってます。分解するとこんな感じです。まず胸の補正についてなんですけれども、ここプチッとスナップボタンで取れるようになってるみたいです。すごい便利ですね。付け張ったんですか？あ、そうです、すごいなるほど、ここのところがくぼむからってことですよね。はい、すごい上手に作ってある。オープニングで鳩胸やからちょっと襟が開いてくるっておっしゃってたんですけど、一番膨らみが気になる部分がここのところ で両サイドは足りないからパッドで足してるっていう感じですね、はい、このパッドの位置を注意しなくちゃいけなくって、これ少しでも後ろに引きすぎると怒り型に見えかねない補正になっちゃうんですね。一番適正な位置はここです。結構前キツキツめで合わせるとちょうどいい補正になります。ただし後ろが肝心です。ここのところ着物の襟から肌着って結構はみ出やすいんですね。なのでグッと抜きたいです。でほんま言ったらもう抜きすぎぐらいに抜いといた方が安全です。ただ今回胸のところに補正をつけていただいてるので、あんまり後ろやりすぎるとどうなるかというと、さっき言ったその肩にかかってしまう怒り型の補正になってしまいます。なので今回はちょっとこれを外していきたいと思います。それから腰回りなんですけれども、帯が緩んできやすいっていう風におっしゃってましたよね。横から見た時にこの胸の下の補正が一番実は重要で、ここが襟の固定であったりとか帯の安定に一番つながる補正です。なのでもう少しここにボリュームが欲しいかなっていう感じです。この辺は全然 OK。 あと後ろ側なんですけれども、上手に補正入れてくださってます。今ってまさめさん、はい、帯の下のシワとかってどんな感じですか？いつも最後結構シワシワになってて手で伸ばしてる感じです。なるほど。そのシワの原因っていうのが、真横から見た時のこのカッティングなんですね。ちょっとでもこう曲線が入ってるとやっぱギュッと紐が、腰紐が入り込むんで、どうしてもシワが寄るっていう理屈です。なのであとタオル1枚分ぐらい腰に足したいです。肌着のエモンのところいっぱいいっぱい抜くようにしましょう。これくらい抜いといたら大丈夫。後ろのパッドつけますね。思ってるよりちょっと上目にするのがポイントです。横から見た時に下すぎるとここがボコンとお尻のところが大きく見える補正になっちゃうので、最初当てたところよりもう5ミリぐらい上に上げてみましょう。そしたら紐を結ぶんですけど、一番楽なやり方はやっぱり腹げる方法やと思うんで、そんなギューッと締め付けなくてもいいです。紐はモスリンやし、肌着は綿なのでいい感じで摩擦があるから、このまま一回からげるだけで大丈夫やと思います。あとここも結構キワキワまで行っちゃうと襟からはみ出てくるので、ちょっと肩を落とすように、という風に肩を落としとくのがポイントです。次はこちらの補正をもともとしてくださってたのと同じように当てていきますね。これここにも補正が入ってるんですね。はい、そうです。すごいバッチシ、欲しいとこに来ました。真ん中だけ合わせてもらって後ろをパチッと止める。めっちゃ楽ちゃいます、この補正あると。楽ですですよね。ここのところにあと1枚分タオルが欲しいですね。横から見た時にまっすぐなるようにしたいです。フェイスタオルを半分に折って
ってさらに半分に折ったぐらいかな。このくらいのタオルをこう置けば横から見た時まっすぐなるのお分かりいただけますか。でちょうどこのバンドがあるのでこれを活かしてこのバンドに挟みましょう。まさみさんやったら上手にこのタオルを縫い付けてくださると後ろにタオル1枚分当たるようにします。横から見た時にまっすぐなるように整えました。後ろはこんな感じでタオル1枚分乗っただけです。では前です。前側ここに補正が欲しいのでタオルでもいいんですけど今回はこちらの脱脂綿を使います。私はドラッグストアで入手してるんですけどお近くのところで手に入れられると思います。自分の好きな形にちぎれるのでちぎります。でこのちぎった方が上側に来るようにそうすると滑らかになじむんですよね。反対やとここが段差ができてちょっと線が入ったりします。なので当てて上側になじませる。もうほんの数ミリの幅というか分厚さなんですけど見た目全然変わってくるんでおすすめです。で今回は視聴者さんのまさみさんに返信していただきました。まさみさんいかがですか。すごい素敵でピンクとかあんまり普段つけないので。あ、そうなんですか。はい、すごい嬉しいもう髪型もめっちゃ似合ってはって草履ピアスに合わせてパールのねイヤリングつけてもらったんですよね。もうすごい可愛いですずっと可愛い。ありがとうございます。彼氏目線で楽しませていただきました。あとは補正の感じとかもちょっとアレンジしたりとか帯の位置とかも重くなりすぎひんような気付けにしてみました。これから何かもヒントにしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。これからも視聴者さんの返信企画やっていきたいと思います。着物サークル素直な着物会で随時出演者さん募集しておりますのでご興味ある方は概要欄コメント欄からチェックしてみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。素直でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。